部です。皆様ご機嫌いかがでしょうか。お元気ですか。私はお元気です。この後チーム B2 僕の青春公演がありまするので、準備したりしようかなという時間です。昨日髪を切っ…昨日やっけ、なんか髪を切ったので、え気づいた。お願いです。ありがとう。あ、気づきました。絶対嘘や。え、やっぱそう、自分なりにはね、結構全然ちゃうやんっていうテンションなんですけど、別にそうでも、坂下真子は気づいてませんでした。結構短くなった。なんか肩この辺ぐらいまで、あの 2,3 センチぐらいしか切ってないけど、まあまあわかるでしょって、別わからんでもどっちでも何でもいいんですけど、気づかれようが気づかれまいが全く興味ないです。やっぱりね、これぐらいの長さが一番落ち着くなっていう感じです。昨日までちょっと、まあ SNS に最近上がってる写真とか見たらあれなんだけど、あの長さ、このボブぐらいの、肩につかないけどぐらいの長さがめっちゃ嫌いで、顔が長く見えるから、あの長さが一番嫌なの。だからどうせならもう肩より下まで伸ばすか、この長さ、顔横ぐらいの長さがいいなと思ってます。ちょっと前の写真を見るとね、もっともっとショートだったんだけど、今は見たらそこまで短くなくていいから、これぐらいに落ち着きました。こんにちは。ジャストベスト、ジャストベストの長さです。ショートヘアはね、髪の長さが命なので、月一で美容室に行っております。いつかね、なんかもう20後半ぐらいになったらロングにしようかなと。髪も全然染めない。え、でもね、まあそんな明るくはしないね、別に。なんかね、黒髪じゃないし、黒髪はなんか重たいんですけど、でも茶髪すぎないぐらいの程よいところをいつも目指しています。うん、まあ NMB にいる間はもうずっとショートを貫こうと思います。伸ばしてる方が楽なんですけどね。で、こんな、そんな、私もしこういうアイドルのお仕事をしてなかったら、毎月美容室なんて絶対行かない。どうなんやろ、世の人たちはどれぐらいの頻度で美容室に行くんやろうね。私は入る前は、2、3ヶ月に1回とか、高校生やしな、高校生なんかも美容室代が高くて高くて仕方なかったから、今もあんま変わりませんが、美容室代の、月曜日の YouTube、 若菜ちゃんずっと出れるの、レギュラー、あ、そう、あの裏ナンバちゃんの話かな、 NMB のね、サブチャンネルの裏ナンバちゃん、毎週月曜日は、昨日アップされた動画も見ましたか。ウェルカムナンバーっていう企画で、ナンバーを街行く外国人の方に声をかけてお話をしようという、面白いよね。私もなんか、でもね、あれ本当にめっちゃカットしてるから、うわ、もうそこカットしたんかとか思いながら、もう苦労の瞬間をね、あれじゃもう
全然伝わりませんでも月曜日のあれは私は別になんか初回助っ人人みたいな多分感じだったから、でなんかね呼ばれて行ってみたら阿部が意外と英語喋れてびっくりみたいな、みんなが私が意外と喋れ、なんか喋ってみたら意外といけたみたいな感じのやつです。一生懸命喋っております。めっちゃ頑張ったあの企画に関しては本当にそう、本当にいやだってね、なんか見てたら字幕がついてたら英語って全然聞き取れるんだけど、英語その場で言われたら半分ぐらい内容分かってないからずっと適当になんか「ああいえいえいえ」みたいななんか何にもほとんど結構聞き取れてなかったり、でも部分部分で、まあ、こういうことかなみたいなのは大体合ってたりしたんですけど、しかもあの企画はなんか当日に行くまで何を撮影するか知らんくて、当日に行ってみたらなんか外国人に今から話しかけに行くからみたいな感じで、英語の予習とかの脳弁で行ったんで、なんとかなってよかったなと思いました。そう、予習なし。そう思ったらね、もう頑張ってるんやなという温かい目でぜひご覧ください。裏ナンバちゃん YouTube 裏ナンバちゃん、ぜひコメントもよろしくお願いします。金曜日のゴルフの企画はレギュラーで毎週出る予定なので、ぜひゴルフも皆様コメントや高評価などよろしくお願いします。もう頑張れとかでもね、何でも嬉しい、見てます。いつもどんなコメント来てるかなって。月曜日のウェルカムナンバーはあと2回分ぐらいあるのかな。1日で撮ったやつを5本ぐらいにしようとしてるなと思ってますが、また金曜日ゴルフも頑張ります。練習行きたいなって思いながらあんまり行けてなくて、この前回撮ったのがいつだろう、 3週間前ぐらい、 2,3 週間前とか、ちょっとね慌ただしくてっていう言い訳ちょっと歌番組とかがあったからね、なんとか。次は金曜日、今週の金曜日にアップされる動画はショートコースを回ってますので、ぜひぜひ。裏ナンバちゃんでゴルフやるっていうのはいつから分かってたの？でも何もあんま聞いてなくて、なんか前日になんかゴルフ、明日ゴルフの撮影なんで衣装を用意してきてください、前日の夜に言われて、でも私次の日朝から学校やったから衣装買いに行く時間がなくて、家にあったものをあり合わせで撮影に臨みましたあれはあり合わせの衣装でした。我慢しでだから上のねトップスとかポロシャツ、うんだけど、なんかあれゴルフポロ、やっぱゴルフってポロシャツ着るんやけど、あれ全部自前自前。これからだからゴルフの衣装、ゴルフの服とかいっぱい買わなきゃなと思って、なんかな、そう、何なんか最近ずっと探してます、ゴルフの服とか。
なんか最近、いや、この間靴を買ったの。なんかみんなゴルフのゴルフシューズ履いとったんやけど、私だけ実は全然ゴルフシューズじゃなくて。そうなの、ゴルフはな、お金がかかりますな。そう、だからやっぱり若い人がやらないのって結局それよね、ゴルフって。だって回るのもさ、普通にゴルフのコース回るのって一人1万円ぐらいするじゃない。そうで、まあ打ちっぱなしだか行ったりとか、あと、まあ、ゴルフウェアもあるし、クラブもねあるし、クラブを揃えなきゃいけないんですが。そう、でも私車いるからさ、一人でなかなか行けなくて。いや、私もあんまりさ知らなくて、だからゴルフのコースってそんな一日でそんなすんのってめっちゃびっくりしました。そう、だからちょっとずつ揃えていって、練習もちょっとずつ、まあでも早く上達しないとあれなんですけど、頑張ろうと思っております。いや本当に早く上手くなりたいな。早く上手くなってね、あのお仕事とか、本当に他のなんか芸人さんとかとコラボできるように頑張ります。なんか、ゴルフね、でも興味はあったから嬉しいです、ね、ダイアン津田さんとかね。そう、日焼け対策が一番頑張ってます。ゴルフウェアもね、可愛いのいっぱいあるから。でも可愛いのいっぱいあるからね、難しい。もう今年の夏は多分もうゴルフウェアしか買わない人間になると思ってます。頑張ろう、ぜひぜひ応援してください。みんながね、もう再生してくれるのが一番の応援なので、ぜひもうあの流しといてもらえたら嬉しいです。今日はこの後公演、劇場公演です。YouTube の再生数って何なんやろうな。あれってさ、なんかどうカウントされていくんやろうね。一人が何回見るとか、時間置いて見るのがいいんかな。MV とかさ、なんか再生数とかよくこう応援するシステムがあったりするじゃないですか。あれとかね、何が一番効率的なのか。まあそんな深く考えなくても全然、もう一回見てくれたら、まあ願わくば思い出した日に見てくれたら嬉しいです。多分ね、連続同じ時間にとかやったらなんか増えなさそうやけどね。ぜひぜひ頑張ります。応援、ゴルフ100ギリ目指して、今年中にはって勝手に思っとる。練習行かなきゃ。
番組に出られるように頑張ります。さて、それじゃあちょっと練習しに行かなきゃ。また後ほどお会いしましょう。 DMMTV で、 DMMTV じゃない、 DMM オンデマンドでお会いしましょう。それでは僕の青春公園行ってきます。またね。